フリアッチですさあ始まりまりしたフリアッチの JBC 展望おなじみになってまいりましたフリアッチの JBC 展望今回は11月3日祝日水曜日に行われます JBC スプリントを展望していくということになりました8年ぶりの金沢開催ということですが前回の金沢で行われた JBC スプリントは南部ハイから来た馬が上位に来ていたという感じ そして芝から挑戦してきたドリームバレンチノが進行勢力として二着翌年は森岡の JBC スプリントを勝つというような流れで例年と違った JBC スプリントの印象がありました今年は東京杯からこのレースに挑んでくる馬がどういうメンバーになるかというところもありますけれどもこの金沢で前回行われた時は東京杯で勝った レジェンドが2番人気だったんですけれども7着その2着だったテスタマッタが4着ということで馬券に絡むことができなかったんですよねワンターンの競馬と1周競馬その違いの難しさというのもあるのかもしれませんけれどもその辺りをしっかりとこの展望でやっていきたいと思いますまずはプレイバックフリアッチ昨年は多い1200メートルで行われました JBC スプリントです 1>, 1番人気がジャスティン2番人気コパノキッキングと JRA 勢が上位の人気になり地方馬では前年の覇者ブルドッグボスが3番人気でしたしかし勝ったのは地元のサブノジュニア大い生え抜きでこの JBC 部門を勝ったということで大いに話題になりました 折り合い重視ということで早くなればなるほどその折り合いがつき末脚を生かせるという堀調教師の話があったんですけれども東京杯は足を余すような形で負けましたけれどもある意味その本番につながったというそんな印象もありました。マテラス界が、えー、逃げなくて3番手だったんですけれどもうまいタイミングで抜け出したかなと思ったんですがそのマテラス界をサブノジュニアが捉えて勝利ということで、まあ、感動的なシーンだったと思います。 それでは参考レースを3つ見ていただきますフューチャーフリアッチまずは12月16日に行われました全日本2歳優秀勝ったアランバローズのレースを見ていただきます敗成功記念まで4連勝中で10勝2連勝中だったアランバローズこの全日本2歳優秀でも自慢のスピードを発揮し乱両王の追撃を退けて G1 制覇を飾りましたこの年の NAR2 歳最優秀馬バに輝いたアランバローズは 今年のクラシック戦線でも羽田杯に着、東京ダービー馬に輝いて、そしてえこの JBC、スプリントを意識して、秋初戦、後ほど見ていただくオーバルスプリントに挑んだということです。続いて7月21日、船橋競馬場1000メートルで行われました、奈良市のキラットスプリントを見ていただきます。JRA オープンから転入し、その初戦6月のスプリント戦を勝ったコパノフィーリングは、奈良市のキラットスプリントでも2番人気に支持されました。 スピードの違いといいますか果敢に逃げてダートグレードでも実績のあるキャンドルグラスの追撃を桟橋に退けての圧勝重傷発生派を飾りました南関東が誇るスピード馬を相手に JRA オープンの実力を見せつけたというこの名出しのキュラットスプリントの走りからコパのフィーリングは短距離界の新生誕生という感じがしますただアフターファイブスター賞は6着に敗れました、まあ、その後この JBC スプリントに向けてどう巻き返してくるか注目したいと思います 続いて9月23日、浦和競馬場1400メートルで行われましたオーバルスプリント。アラン・バローズがコースタートを決めて思い切った逃げを打ちました。まあ、かなり速いタイムで序盤の3波論全部11秒台、最初の1波論も11秒台というのはオールダートの競馬ではなかなかスピードを見せたなという感じはしますけれども、まあ、久々のレースでハイペースだったということもあってアラン・バローズは直線は苦しくなりましたけれども。 まあそれをマークしていたテームサウス団が直線、力強く抜き出し1分24秒6という高タイムで圧勝2着、ティーズダンク3着、アランバローズと南関東勢が2、3着に頑張ったということは言えますけれどもただ、アランバローズも小場相手に1周競馬でこのハイペースを3着になんとか頑張ったということでこれを叩いえて馬体も絞れてくるでしょうし右回り東京ダービーと同じ右回りになるということからもアランバローズもちょっと魅力的かなというふうに思います。 以上参考レース3つを振り返りましたそれではフリアッチの JBC 展望注目場を見ていただきますこちらです冒頭にもお話ししましたが金沢 1400m で行われる一周競馬ですので直前に行われるロードト 2JBC 東京杯から直結するのかどうかそこが一つ予想のポイントになるんじゃないかと思いますが地方場ではアランバローズ 小相手に3着に検討しましたし叩かれて馬体が引き締まってくる今回というのは巻き返し十分可能という感じもしますし参考レースなどでは見ていただかなかったんですけれども文字穴フレーバーも早い段階で JBC スプリントを意識していたと、まあ、1400m で行われるからこそ今年は JBC スプリントでなんとか塩場を撃破したいという福永調教,教師のお話もあったわけですけれども、まあ、JBC スプリントに文字穴フレーバーというのは非常に注目されるところだと思います。 外枠を引いた時のサクセスエナジー、東京杯勝ちましたけれどもこの馬も一周競馬の方がどちらかといういいタイプなので東京杯の勝ち馬サクセスエナジーもやはり注目したいなと思いますあとはサンライズノバに地元の吉原騎手が騎乗する予定ということもありますのでこちらも南部杯を勝ったコンビということでサンライズノバの巻き返しというのもあるか。 まあいろんな意味でこの JBC スプリントは注目点が多いなということにもなりますので直前予想の展望などもぜひご覧いただければと思います。嬉しいがたまる楽天競馬。それではお知らせです。JBC2021 カナダは門別は11月3日祝日水曜日に実施されます。JBC4 競争は楽天ポイント10%還元対象レースです。また事前に直前予想動画もアップいたします。 当日は楽天競馬ライブで馬券対決も実施しますので、ぜひご覧ください。それではまた会いましょう。さようなら。